で、まあなんか、日経産業新聞の訴えとか人事の専門誌に取り上げられたりした。で、あとはデジタルコンテンツの相性っていうのが違って、まあ、まあ、オープンソースかオープンコンテンツかニコニコ動画などでよく、そのなんか、あるコンテンツをリミックスして別のコンテンツを作るっていう、そのリミックスチェーンがありますけど、それを逆伝播させた報酬分配するっていうことも、まあ、ある、あります。で特に、まあ、もう、今後の世の中ってのは多分遊びと仕事っていうか、ゲームと仕事が区別できなくなると思いますね。遊んでるったらそれが仕事にもなるっていうか、社会に貢献しちゃうっていう、まあ、プロシューマー的な世界があると思うので、まあ、そういう中では多分必要な、まあ、機能っていうか、やってないかなっていうふうに考えます。まあ、そういう意味ではデジタルのこういうコンテンツ系との相性ってのは非常にいいです。課題は、チートができますって話で、理想登録、理想取引ができますという話です。ちょっと時間があまりもない、どんどん進みます。で、信用創造の話、今も話しました。それから、バスケット講座、ミクロな経済活動、不安定化するには、タンパク質を使います。あとは、自分が、例えば石川遼君が、本当はゴルフやらないのにゴルフ頑張ってたって言いますよね。その時に、なんか、投資されたって気分になると、ゴルフやめようかなって言いにくくなるっていうのが個人の自由って問題なんですけど、まあ、そういうのはちょっとまあ、考えない。離脱の自由ですね。その会社システムが離脱できるのか。今は会社システムを使わないって選択ができます。他のシステム、会を使うとか。まあ、それはどうなのか。貧富の差が広がるかどうかっていうのは僕よくわからないです。広がるかもしれないし、広がらないかもしれない。ソーシャルメディアのところがあって、下がるかもしれないし、上がるかもしれない。で生産性っていうのは、これを使うと上がるっていうふうにどうにか僕は証明したいんですけど、まあ、これもオープンプログラム。あとはまあ、いきなり日本円をこれに置き換えようって言っても誰も賛成してくれないと思うんで、あの北朝鮮からやるとか、そういう話じゃなくて、一回ドバイのショッピングセンターでやろうって話があったんですけど、まあ、何らかの、その今までのシステムとか、社外システムとか、通貨との共存しながらやっていかないといけないなという話です。で、さっき言いました連結会計との関係なんですけども、NAV って純資産×持ち分割合で連結するっていうのが、ケースがあります。連結会計にもですね、株の内容によっていろんな連結の仕方があって3通りぐらいあるんですけども、その後の1個のやつがある資産が。で、その場合と、非常に近いです。つまり、まあ、その、伝播してるわけですね、資産。A っていう会社があって 20%B の会社のシェアを持っていて、B っていう会社が C という会社の株を 30% 持ってるっていう場合に、C という会社の持ち分を A という会社がどう評価するかっていうのが連結会計で発生するんですけど、その次の計算方法と近いです。相当、まあそうですね、という話です。で、ピクシーっていうのは、じゃあそのどう違うかっていうと、ピクシーっていうのは、会社に対しての、会社への投資ができないんです。単なるプロの分配なんです。個人に対してしか投資ができない。今の社会と逆で、会社には投資できるんだけど、個人には投資できない。逆になってます。で、まあこれさっき何度も話しますけど、ピクシーっていうのは全ての個人が自分株っていうものを発行して、自分株を使って取引となると。その時に、100万から100万人が自分株を持っていて、自分株の、その、取引のなんか、シェアの分配の行列があった時に、株の価値ってどうやって決まるの？その、鈴木健かっていう計算方法を計算するときに、まあ、こういうベクトル多分使いますよね。というのと同じだと思います。で、予算制約は金庫株に相当する。で、で、ピクシーは、取引をするだけで組織や国家を超えて世界規模の人事評価システムに働く社会計算エンジン。つまり、組織の中だろうが、まあ、外だろうが、超えてですね、もう取引っていうもので全部抑えてしまうと、その貢献度、社会全体の貢献度を計算するんで、まあ、世界規模の人事評価システムなんですね。まあ、国際間の格差は、まあ、まず減らすでしょう。減るでしょう。どうしかっていうと、なんか、発展途上国の日本の物価の10分の1の人たちでも同じ貨幣価値を持ったわけですから。でそういう、例えば何億人とかって飢えてる人たちに対して貢献すると、ものすごく日本人の1億人に貢献するのも大きいわけです。大きくなるわけですね、市場としては。だから、まあ、しかも、方法としては容易だと思います。だから、そういう意味では国際格差なんですよ。まあ、まあ、ただし、まあ、非常に、時間はかかるでしょう。一度、アジア強化構想で使いたいという話が、経産省の役人からあったんですけど、まあ、当然流れました。はい。で、これが、第2部です。質問いいですか？はい。このピクシー、のなんか特徴の一つが、賢明的、少なくとも今のいわゆる貨幣よりは、賢明的であること
であるように聞こえたんですが、賢明性っていうのを確保するのが重要だと思われますか？賢明性を確保することが重要かっていうのはことですね。ピクシー、じゃあこのピクシーで、あの、行列全部非公開にスタートしますよね。多分ね、僕のイメージだと、将来の情報社会っていうのは、賢明と匿名の中間がすごく広がると思うんですよ。だから、賢明、匿名っていう二分的な議論じゃないぐらい、結構その辺の、まあ、ナイーブであり複雑になると思いますよ。うん。で、それしか答えにならないですね。うん。で、多分、今は、賢明、匿名、あとはなんか、あの、ID があるとかね、いうレベルなんですけど、もう少しね、相当複雑になるんで、あんまりそう二分法で考えてもしょうがないと思うし、で、独立にそれはこっちの話と進んでいくと思いますよ、情報社会っていう。なんとなく語り方として、あの、賢明的な貨幣システムっていう印象を受けるんですよ。その二分的な分類で言うと。だからどちらかっていうと、互州的なものと匿名性をカップルしたようなシステムだっていう方が、ラディカルなように聞こえるんですよ。なんだって現状の素朴な理解だと、その互州性をその実現するために、賢明的であることっていうのが一種の必要条件であるために素朴に思われている場合が多々ありますよ。でこの場合は、その、要は僕たちが日常的に認識しているレベルでは、賢明性がないと実現できないような計算をシステムの側がやってくれているので、匿名的であってもいいっていうふうに言った方が、印象が強いような気がしたんです。なるほど。あともう一つは、投資にかっていう概念に関してなんですけど、現状の、貨幣システムだと、企業にしか投資できないっていう話があったんですけど、企業側が投資を受け付けるっていう意思決定をした後は、あの、誰でも、まあ、お金を十分払えば投資できるようなシステムに、おおよそなってますよね。うん、まあそうですね。ピクシーだと、投資される側が同意しないと、投資できないんです。今の貨幣は、投資される側が同意しなくても投資ができるんですか？はい。それは IP をしている場合は？はい。IP をしてない場合は？してない場合は、できないです。あの、ちょっと。ガバナンスのルールみたいなのが後に出ますけど。ニュートラルですね。オープンな投資募集してますし。はい。公募か私募かみたいな話です。わかります。よろしいでしょうか。じゃあ、次の大ネタに参ります。休みますか？大丈夫ですか？はい。時間もないので、じゃあ、すいません。ちょっとじゃあ、2点だけちょっとお伺いしたいんですけど、はい、先ほどのちょっとじゃあスライドで、ハテナさんの人事評価の例がちょっと興味深かったって言ったんですけど、はい、過酷すぎるっていう表現があったと思うんですけど、まあ、要はハテナさんの社内の評価としては、いわゆるフリーライダーと言われる、まあ、要は大企業に多いパターンですよね、が、除外されていくような流れができてる。っていう意味で過酷すぎるっていう表現をしてる。どういう意味合い、コンテキストで、その、納得感が高すぎて過酷っていう表現をしてるのかって、ちょっと、読み取りづらかったんですけど。ですね、例えば、評価が一番、社員が、例えば、100人いたら、100位だとしている人いますよね。で、例えば、その、自分が100位だって知ったら、なんかすごい、傷つきますよね。はい。で、傷ついたときに、この1位から100位を決める仕組み、人事評価の仕組み自体が、全然信用ならないとか、いうふうに思っていたとしたら、自分を、